ショード好きやな。あいつが実はショードにしたい。ショードですね。アグナコトルさんはどこ行ったんでしょうか。まあ、スイートがこれこれ俺この瞬間にあれアルバトリオンかなって思った。違う。ワンワン。ワンワン。ワンワン。グランドロバあんのかな。まだ上位だけど。吠えただけで吠えちゃう。やられてる。衝撃のアルベルト。全く戦い方覚えてねえ。地獄エイトだ。地形ダメージ無効でいいっぽいよね。ただ。あ、豪華の。そうか、体が燃えるんだっけ。近くにいるだけで燃えてた記憶が。ああ、だからそうか。だから誰も近寄ってくれないんで。あ、そう、取れたか取れてないのかよくわかんない。間違えて回復薬2個取りそうだな。取れてない。持ってダージャンかな、ランニーは。じゃあ俺が持っとくよな。取れてる。持ってよかった。どこにいるのかよくわかんない。13番にあるあれ何？13の下にあるアイコン何？暑いとこにいそう。13の下。若いの？わかんない。あれなんか。ああやつ。飛ぶやつじゃん。いや、あの壁ドンしたときに。ダメージと属性やられが少しあー品質込ませるみたいな感じ。そうですそうです。なんかどういったらいいかな。まあなんかあるんですよ。そういう砂漠の竜さんみたいなもん。そうですそうです。ギミックが。どこや。迷子になりました。この度迷子になりました。パラメーター上げながら行っとくんで。綺麗な炎だ。お、もうたどり着いてる人いるね。なんかね、バレちゃった。たどり着いた。パラメーター上げながらまっすぐ来た。キャッハー、行くべー。うーん、無事頼むぜ。これ地下よいしょ。地下地下か。よし。え、これ周り？周りだな。周りか。うわあ。わあ。びっくりした。え、ぐぐぐぐぐぐぐ。まだ視界にも捉えてないのに。ついに来た。よし。ああ。どこへどこや。ちょっと行った。もう燃えてるかな。あ、喧嘩始まった。おお、貫かれた。負けるんじゃない。やばい、これもう一発来る。硬い硬い。まだ来るまだ来る。モンスターの名前みたいね。負けなかった。大概前に見える。ちょっとマガイマガド強すぎだよこいつ。マガイマガドちょっと大モンスター強すぎだろこいつ。あっ落ちた。ほらどっちが勝った。マガイマガド勝ってる。あ、乗ってたんで。あ、乗ってたのか、びっくりした。いや、この野良マガイマガド強すぎねえって思って。それはないわ。すごいなって。体験版からやってきたのかなって思った。ちょっとさあ、燃え出した。尻尾が細すぎて。お座りが当たる。俺の尻尾ふさふさしてる。ふさふさしてる、なんか。あー、地形ダメージ向こうつけても効くわ。近づくと燃えるわ。どっちが。おお、なんだそれ。近づくだけだね、でもこのヘッドプレスは。いや、めっちゃ熱い。ほんとだ、ダメージ食らうわ。わあ。おいおい、痛い痛い痛い。あ、全然疲れないでしょ。後半の修造でも。お、大ダウン。食べません。なんかすぐ、あ、びっくりした。すぐ起き上がったのかと思った。起き上がって早く。あ、違う、なんか。誰かな、火入れます。おい、
落とすな、はい、と下まで行っちゃった打ち上げるな壁がねえんだけど頭に来るかな頭に砕き殴られなかった打ち上げるおーやべやべ爆発しそうおー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 なんか口から青いことだ飛び降りたなかったあー上の方で上の方で爆発するやつおーおーおー下から上同じもの拾う凡人上がいいのか下がいいのかなんていうか微妙ななんか手をの場が来そうな何下行ったの下行ったり上行ったりこいつ忙しいな移動しましたね逃げた逃げてない一時撤退だ疲れましたすごい回復してくれるガオちゃんでも連れていくかガオちゃん上どこに上がるああ行った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 上か上か上だなどこ行ったの研ぎ澄ますぜ上間違えた鉄柱シーンすぐ出たらもうキラキラする犬がなかなか来ないほぼ攻撃力アップなんてるよなんかいつ手をノバ来るのか怖いんだけどノバあるのまだ良いなんかすごいキラキラキラしたら90秒かかるハマってそうだよなんかおノバとノバ注意じゃないかな。そうだったのか。火山のそれ。だから、ね、火山が戦いにくいよ。まあ、まかないで。どこ。あ、来た。お、アルカナ、アルカナがやってきた。アルカナビームがやってきた。ビームだましかよ。ダウケ。こんなとこで切れるのか。ビーム大好きですね。あ、アルカナラージャンはアルカナこと。いや、計7発撃ちますから。2800です。鉄の小技だけ。小技よろしくね。羽は誰が？あ、大島けだ。やばいやばいやばい。そのままドバされて全員死亡。怖っ、この爪が。危なくなっちゃった、場所取りに。あ、なんか倒れたよ。倒れた。翼終わってる？壊れてるっぽい。おぉ。戻った。あ、サドに手出しはさせません。サバに手出しはさせません。おぉ。手段を壊した。ソロがもらえるこれ。ソロは体力何十パーかってあ、壊れた。お、でかいな。鉄の大ダウンは火を取らせて、この後の火をまで持ってくる。あ、通り。俺か。いや、あれだけです。これ失敗でも入る。ありがたくいただくぜ。お前のせいで、なんか変なところも剥ぎ出した。虫がいね。あ、離れても。飛び。やるじゃねえか。かっこよかったです。虫でどんだけ。あ、なんだ。と息が悪い。おお、またキラキラした。あれ、倒れた。ダウンが多い。スピード。いやー。爆発しすぎて何がなんだか分かんないんだよ。なんかおーすごい敵の爆発か味方のか。あーあー、自分から食らいに来た。ミスった。ノバッター。攻撃すべてに爆発が。いつ爆発するんだ。メモリ入れます。
はい、おやすみ。来ても何もないでしょ。研ぎ直して。研ぐのが得意です。研ぎ直して。バフは。トイレどこ？それで同じで。今のうちに。じゃあ、はい、行きますよ。行くよ。盛り上がっていこうぜ。ああ、そっち当たった。なんか下手当たりが来た。そっち当たった？立ち上げの時点で当たった。あ、どこへ行こうで。14まで遠いな。あと一歩。キラキラ。今のあれ、ちゃんと2倍で当たってたら死んでたかも。尻尾とか落とし物とか忘れずに。もうワンチャンありますよ。寝るんであいつ。ああ。なんかね、大変なことになった。落ちまくって。おう、10分経った、うん、探知タイミングがしびれガスガエル発見。マガドが来てる。あ、本当だ。あ、落とし物落ちてる。そしてマガドが寝てる。マガドも、ね、マガドも寝てる、ね、あれ、え、マガドも寝たのお互い寝てんじゃん。同じ部屋で寝て。でもちょっと距離があるな。あの子たちの関係にはちょっと距離がある。起きた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 襲っていった。おい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 よ。一つ完成だ。よし、やってきた。横に襲えよ。呼びかけろよ。だいぶ違う道で来てしまった。おお、すげえ寝てる。私が来た。Gしかね。俺のお供を盾に行こうぜ。よしよし。お、一発爪に触れた気がするけど、あ、やべ、わかっそう。大丈夫だ、みんな囲まれたけど。どこ行った、どこ行った、どこ行った。何かしてるぞ。やばい、伸ば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 る。おおおお、綺麗な花ブロコゲージャーニー。また起こった。吠える吠える吠える。3人同時にしないとまた登られる。お、覚悟。はい、じゃあやってみる。なんか落とし物がある。お、終わった。おー、終わり。なんかすぐそこに落とし物がある。ラジャか。ラジャ、あ、なんかラジャの落とし物があった。幻覚幽霊、まあ玉でしょ。玉でしょ。ばかり。お、縦紙翼。あ、立てへんかったな。これもらいに。何にもくれないわ。玉とか本当にあるんですかね。玉取ったぞ。玉取っちゃるけど。合格。どうなったの？ここで倒す。スキアリ。おわ。撃たせ。敵だ。あ、この里に帰る瞬間、うん、虫とかで空中に浮いとくと、この決めムービーがなくなってちょっと早く帰れるんだよね。そうですね。キャンセルというか。お、やった。光ってる。玉取ったの。玉取ったの。玉取ったの。やった、縦紙がある。まず、さあ、装備装備。これもしかして あれじゃない？あとちょっとで20だった。来い。はい、いらっしゃい。まずは炎鋼流派生。ででん。爆破。まあ爆破だろうね。解毒か。まあそうですね。あった。テオタンは爆破武器ですね。爆リンコでもいいし、こっちでもいいな。スロットが2あるな。でもこれマガド装備の方が強いんじゃない？ 200 の25。爆リンコだな。180の40。これの差だったらマガド武器の方が良さそうな気がする。カイザーかわいい。ヒアラレ特攻って、ヒアラレ状態のモンスターに攻撃時ってテオニアンしかいない。ダッセーな感じだ。
毒と猛毒に毒と猛毒状態にならない、さらに盗みを無効化する。うん、せやけどそのレベルのあんまり別に食らわなきゃいいしね、毒そんでいいな。でも超怪神と見切りが6もつくからね。やべえ、強さだけではなく見た目も。多分 80% で切れ味消費しないとほとんど消費しないじゃん。え、頭めっちゃ強いじゃん。これめっちゃ強い、頭はめっバグってるぐらい強い。頭効果は見切りさんの超怪神1ついて、達人芸あるの。おお、達人芸ある。でなおかつ装飾品にもあるというね、達人芸。ただ見た目がダサいなこいつの装備。女だとエンプレス、縦髪欲しい、縦髪欲しい、縦髪欲しい。エンプレスはあれか、7か。エンプレスは7っす、7様です、うん、水木さんですよね。カイザー強いな。カイザー強い、カイザーの頭強い。でも頭クソかっこ悪いんだけど。頭欲しい。男とかやばいよこれ装備。でも私はもう狐面が外せないから。重ね着装備の生産。それな。重ね着でいいんちゃう。まあ、重ね着も何でもできるね。重ねるからいいんだけどね。重ね着作るの簡単だね。あの15個あれば1セット作れるよ。あ、そのサブで必要な素材もそんな大したもんでもないし。ああ、重ね着。うん、結構ぬるいね、重ね着。これで気にせずに、スキルだけで選べるよ、メイン装備。重ね着があるから。もう完全に。そうだね、うん、もうメインは効果で決めちゃっていい感じだね。